ルティジャベントスの隠れ家オフトーク。長こんにちは。こんにちは。オフトーク全6回動画が公開されました。その中の未公開シーンや NG シーンを今回の動画では見せていきたいと思います。私たちは笑いや十兵衛さんに行ってきました。行けてないです。でも気になるお店はいっぱいありました。あのイノのなんだっけ、フィッシュマン、あそこ行ってみたい。ラーメン巡りですかね、やっぱ乗った感じと、はい、それでは NG シーンからどうぞ。こんにちは。大宮アルディジャベントスの中田あゆと乗松るかです。なんとベントスの新しい試みとしていつもお世話になっている大宮の飲食店さんを紹介する企画が始まるということで、ねえ、楽しみだね。楽しみ。今回は記念すべき第1回ということで早速行ってみましょうか。おう、大宮アルディジャベンタスの隠れ家オフトーク。こんにちは。大宮アルディジャベンタスの中田あゆです。間違えた。そうだ、何でもいいよ。中田あゆと乗松るかです。なんとベントスの新しい試みとしてこっちこれさ、喋ってる感じでしょ。見てもいいですか。でたまにでみたいな。こんにちは。大宮アルディジャベンタス、間違えたらごめんなさい。の中田あゆとか。そこにがね。さっきもうさっきですとか言っちゃったからもうどうしようってなっちゃった。すいません、もう一回お願いします。豚。カシラ。ああ。カシラ好きじゃん。大好き。うん。あ、これで伝えた方が美味しいね。美味しい、うん、これだけで美味しい。味噌じゃあ味噌だけで、うん、ルカはシシトウやば、めっちゃうまい。美味しいしか言えなかったね。このさ、塩気とかめっちゃよくない、うん、とか言えばいいんだよね、うん、今になって。こんにちは。私たちは永楽さんに行ってきました。あ、知ってます。ブロッコリーをなんかで手振ってくれて、そのブロッコリーいただきました。イエーイ、私もいただきました。イエーイ、タナボタ、イエーイ、おかげさまでブロッコリーたくさん食べてます。ありがとうございます。ですよね。ですよね。 NG とか出したことないですもん、うん、っていうか、なんか NG も全部笑いに変えてくれるんですけど、ほぼ問題のまま NG じゃないんですよ。そういうやつなんです。それでは私たちの未公開シーンです。どうぞ。いやー、出た出た出た。ブロッコリーの茹で、ブロッコリーどうやって茹でます。ねえ、言わないで言わないで。え、違うじゃん、それはさ、若気の至りじゃん、うん、最近でしょ。最近じゃない、最近はちゃんと切って出るもん。じゃあ今までどうやって茹でたの。あの、この芯を食べてた。すごくないですか。あの、お鍋にブロッコリーそのままこうやって立てて茹でてたんですよ。だから上の方茹でてないんだよね。でもさ、でもさ、上は別にさ、火通るじゃん。一応こんな感じで映りますか。はい、はい、で、こっちとこっちになります。はい、こうやって行こう、こっちこっち行って、こっち行っちゃう。やばい、喉が乾きすぎてカピカピになりそう。カピカピ
ピカ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 ピねえバカって思われるよ本当にバレてるからイメージキャラこキャラ崩壊するよマジ自分に合わせてたらそうだよね本当そう思うやめてブランディングがあるからさ打ち壊してやるこんにちは私たちは東証大飯店に行ってきましたでもどんどん食えどんどん食えって感じでなんかいっぱい美味しいもの食べさせてもらいましたあのアリさんとサミさんが行ったところはなんかお刺身とかがとても美味しいのでいいなと思ってお酒が進みそうと思いましたなんかコーヒーとかも好きなんでとかあのまあ甘いものも好きなんでそういうなんかちょっと隠れ系のカフェとかみたいなと思います。それでは私たちの NG シーンです。どうぞ。今回は大宮駅東口より徒歩5分のところにある東証大飯店さんにやってきました。めちゃくちゃいい。もういいんじゃない？すごい。1973年から続く老舗のお店、弾力があるプリップリのエビをチリソースと絡めて食べると絶品です。いいよ、いい感じ。いいね。プリップリが良かった。テクテク入ります。気持ち早めでお願いします。早め、はい。1973年から続く老舗のお店、弾力があるプリップリのエビをチリソースと絡めて食べると絶品です。いいですね。最後さ、うまく上げてるよね。最後だけ。テンション上がったらいいかなって踊り。やめてください。そのやめてください。大事だよ。めっちゃ短いけど。長くしていただいても大丈夫です。大丈夫です。きます。今回は蒸し鶏と北京焼きそばもいただいちゃいます。あ、間違えた。間違えた。ごめんなさい。もう一回来ます。上海。間違えちゃった。上海。大体一回間違えますよね。自分で。大体一回間違え。上海。いや恥ずかしいもう上海いきます明るくいただきちゃいます上海だよね上海ああちょっとやばいやばいごめんなさいごめんなさいいきます今回は蒸し鶏と上海焼きそばもいただいちゃいますもうやだ間違いと思わなかったどうも大丈夫です大丈夫です OK 一発合格ですありがとうございますこんにちは。私たちはトントン音源に行ってきました。いやなんか2人で終わった後に取れ高マジゼロじゃないとか言って言ってたんですけど、なんか見たら見返したらなんか結構いい感じに編集されてて、すごいなんかやっぱ編集の力ってすごいなって本当に思って、対して面白いシーンないなって思ってたら意外と面白くしてもらう。ブロッコリーのところとか面白かった。え、すごい。はい。いや、話してた時より見たら楽しかったんで編集ってすごかったです同じあまだいけてないです。まあでもあの差し入れいただいたりとかであのチーズボールはなんかあのその時に次の試合かな勝ったら、うん、勝ったらじゃないか勝ったんじゃなかった確か勝ったかエルフェン戦そうはい差し入れいただいて、はい、みんなでいただきました。いただきました。それでは私たちが行ったお店トントンオーギーさんの未公開シーンです。どうぞどうぞ。今一番会ってみたい人はになりました。あもう即答即答で答えられます。それはあもう分かります多分当ててください。どうぞスーちゃん当たり今何て言った 誰よスーちゃんってスーちゃんって言ったけどだからちょっとなんか違うかもって思ったけどもすんちゃんって誰みたいな感じで。すっちゃんな、すっちゃん。広瀬すずさん。あ、そう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 。それで。会いたいです。なんでですか？え、もう大好きだからです。どんなところがですか？
可愛いところ。女優、女優ですよね。女優すごいんだよ。何すごなの？演技力ってこと？演技もすごいし、ストイック。あ、そうなの？人間性もすごいです。そうらしいです。あもちゃんは？じゃあ赤い詩人にしとくから。おえ、あの人やばい、見たことある？あのなんか生でないよ。違う違う違う。その海外で活躍するしてる人ってすごくない？日本だけじゃなくて、もうとどまらない感じね。そう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 、世界でも通用する芸能人みたいなのってやっぱさ、本当に力持ってないと無理じゃないみたいな。そろそろもっちゃんも。でもさ、やっぱさ、ゴールキーパーってさ、ずいよ、うん、って思ってる、なんか自分の中で。やっぱ海外に通用する、だって要素って言ったらさ、じゃあ身長もさ、日本ではでかいけど、うん、海外ではなんなら小さいでしょ、ね、手足も全然短いし、そんな運動神経なんて言ったらなおさら、うん、確かにそうだね、身体能力が。だから本当になんか技術をめっちゃ重視するチームで、日本の中でもめちゃめちゃ技術があって、まあ、ある程度パワーも身長もある人じゃないと無理じゃん。しかもコミュニケーションもね、難しいしね。海外でキーパーで活躍するって本当なんか、そうだね、そう、まずコミュニケーションだもんね。そう、でもなんか一部2部リーグとかでは結構行ってる人いるよね。かなえちゃんとかさ。あー、確かに確かに。メインもそうじゃん、林だけ。こんにちは、私たちはフィッシュマンキッチンさんに行ってきました。なんかエピソードとかは用意してきてるか？いや、普段からああいう感じなんで、あのゴシとスタンボーが行ってたパスタ屋さん、なんか大宮ってナポリタン有名。ナポリタン美味しかった？美味しいです。え、ナポリタン、大宮がナポリタン。坂井由紀です。よろしくお願いします。入ってくるの？ナポリタンが有名って知らなかったの？うん、知ってた？うん、知らなかった。ナポリタンが有名っていうのは知らなかったけど。声でか、なんで？じゃあ入るように声で。声できるのは知ってる。で、あの坊たちが食べてたやつがちょっと美味しそうでした。うん、美味しかった、ね。ぜひ来てください。私たちのお店に。はい、来てください。いっぱいあるんだよね、大宮にあの、うん、ナポリタンのお店。そう、なんか加盟店だけで30ぐらいあるんですよね。そんぐらいあるんで、ぜひ。じゃあ全部行こう。あ、行っちゃう？言ったね今。言ったよ今。誘う人見てた。全部食べるよ。絶対行きます。見た？見たに決まってんじゃん。自分超大好きなんですよ、赤いが。あのなんか美味しかったよ。美味しかった、美味しそうだったし、あとご飯粒飛ばしすぎて2人。どっちか絶対出してそうそう。しかもそのままこうやって入れるの。で、あ、食べちゃった。そうそう、マジあれただの家。え、そう、家、マジ家。あれ家、誰が編集してて一番面白かったですか？いや、結構盛り上がった？盛り頑張った。ちゃんとゴシついてきてくれた？ゴシさんが頑張ってくれてた、あの時は。うちが頑張ったという。よかったね。それでは私たちの未公開シーンです。どうぞ。来ました。これもやっていいんですか？はい。じゃあ食べるの集中だね。ルーレット始まります。美味しいから。行きます。私もでいい。あ、どうしようじゃん。全然くれない。てか全部さ、答えてる。全部答えたくない、うん、全部教えたいよね。あーあー、待って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 。サッカー人生で一番きつかったこと。今一番会ってみたい人は？お、恥ずかしい失敗談。あ、じゃあ最近の出したい。もうほんと貯金よ、うん、貯金。最近涙を流したのはいつ？泣いてないね。これパスする？じゃあ、え、しないしない、しないで。パスがないんだ。パスがないから。でも泣けるって言ったら映画見たり、あとはもう鬼滅の刃の読んでひたすらいろんなシーンで泣いた。あのあれだよね、ドラマとかさ、映画とか行きちゃってすぐ泣く。結構泣く。じゃ気づいたらつまりさ、どこで泣いたみたいな。それは分からない。まいちゃんもうどうかと思うよ。いや、感情があれなんだね。優しいんだね。優しくねえだろ。そういう問題じゃねえだ。違うの？あ、次行こうぜ。あ、次行こうだ。ちなみにサメさんはなぜ泣いたかって、井上さんが立派になった。ああ、言ってましたね。あれ、いい話だったね。確かに。でも、またさ、こんな時からしてるもん、ちょっと気にしてる。いや、そうだね。見る見るぐらい。見る見る。見る見るはでかい。見る見る。こんにちは。私たちは、神谷食堂さんに行ってきました。
ごじさんが大好きなナポリタンをいただいてすごい美味しかったです。また行きます。え、めっちゃ好きでした。はい、もう多分人生一。はい、ね、美味しかったもんね。そんな悪いよね、振り方が悪かったよね今。そう、あの後もまだ、まあ、まだ行ってないですけど、大宮の方に行くことがちょっと少ないんでまだ行ってないんですけど、次行った時はもう一回ナポリタンと親子ピザが食べたいです。うわ、行くっきゃねえなこれは。ナポリタン食べたい、めっちゃ美味しかった、ね、あれちょっとピリ辛なソースが個人的には好み、うん、では私たちの未公開シーンをどうぞ。いいかね、テレビっぽくないこれ。粉にしたものです。あのミネラルとか食物繊維とか、はい、あのビタミン系も豊富に入って、なんかうちらにとってもめっちゃいい、うん、そうですね、アスリートの方とかは多分いいかなと、うん、そうですね。サーモンとイクラっていうのがさ、なんか代わり種だけどさ、親子、ね、親子、そう、親子ピザって初めてだけどさ、普通に美味しい。待って、美味しい、やばやば、もうやばしかねん。やばしかねん。見て見て見て。なんで？え、やばいわマジで。なんかさ、ちょっと良さげな朝食とかに出てくるパンじゃない？これわかる？なんとなく、うんうん、ちょっとわかんない、わかんないんだったらわかんないでいい。わかんない。美味しいわ、ね、美味しいね。これあれですもんね、冷めたらダメなんですもんね。そうですね、あったかいうちの方が、はい、最近外食しました？してないかな。そう、うん、じゃあよかったね、久々の外食、うん、外食ってどこに行くのみんな。どこだろうね、確かに難しいわ。知らないんかい。いや知らないね、だってさ知りたいんだけど、カフェとかさ、あ、ここら辺で、うん、おしゃれなんか、あんのかな。いや、あると思うんだけど、1個はもうここ知ったじゃん、うん、うん、それな。ここは絶対よね。うん、すごい。ちょっと、やめて、後ろ向いて、あ、どうもこんにちは。めっちゃ可愛いんだけど、自由だな。目当てみんな友達だ。いくらが取れないな。